今回のアンブレラはいました、ボス、ゲイン王です。ギャングにならないか。やめろ。ゲイン王、所詮機械だ。ゲイン王、ちょっと待って、ゲイン王、この番組欲しいよな、うちな。いや、任せてほしい、本当に。いや、でも寂しくないか、人数少なくて。ガチ寂しい。そうだよな、マジで。早番できるやつ欲しいよな、うちに。ずっと起きれる、なんかやばい化け物みたいなファーマーみたいなやつ欲しい。欲しいな。チャル、なんか白市民から探してて良さそうね。いや、いそうだな。いいえね、スカウト、うん、うわ、スカウト行ってくれ。全然いいよ、やってみよう。ノリが良さそうなやつ。スカウト、スカウト、そう、早番で、早番で、ファーム、ファーム、うん、ファームが好きな系で、ノリが良さそうなやつな。そう、ノリが良さそうな。いや、もうノリがいいが一番だい。ファームが大好きで、うんうん、おもろいやつを探してるのよ。なんか知り合いないか。ああ、知ってるやつ。ケイン王とかいいんじゃない。おっ、いました、ボス。誰？ケイン王です。いや、今言ったよ、今言った。任せてください。マジ？連れてこい、チャル。ちょっと任せてほしい。今いるか、警察なの。わ、ケイン王、ちょっと待って、いや、警察に聞こう。誰が誰だ、この ID は。今迷う、これ行こう。もしもし、誰誰だえ。来たの？これだ、あ、ペインだえ。ペインだよ。ペイン、ケイン王の連絡先知らないかい？知ってるよ。あ、知ってるかい？なんで？ちょっと教えてほしい。ちょっとコスプレ大会に一緒に出たくて電話したいんだえ。あ、でも今ケイン王多分退勤しちゃったから。うん、電話番号知らないかい？ちょっと待ってね、今あなたと電話してるから、ダイエット電話してるから。あ、オッケーだ。じゃあ、分かったらもう一回電話してほしい。オッケー。分かんなかったらもうそのまま無視でいい。オッケー。はいだえ。はいだえ。ちょっとケイン王はマジで、うん、いいと思うえ。あいつやばそうだ。あいつはやばいえ。警察からこっちに来れるかどうか。いや、どうなの。いや、来れる。来れるっていうか、もう、来てもらう。いや、くどく。ガチでくどく。あ、そうだよ、あいつロボットだから、なんか、うんうん、そういうくだりやってやれば来るかもしれない、ね、いや私は薬専門でメカは詳しくないからな。戦闘チップ挿入とか言えば、ウィーンとか言って勝手に来ないかいね。詳しいっす。お、来た、熊織さんだ。もうひもうひ、ダイダイいる、ダイいるえ、いるえ。分かったから電話番号今から言うよ。お、ちょっと待って、メモ用意する。メモを用意して。はいはい、これちなみにいくらで買ってくれんの、このケイン王の電話番号。それはケイン王にいいんかい、それ勝手に。違う、人の電話番号で。5億でとかじゃない。5億で買うえは言えないえ。それは申し訳ない。それは申し訳ない。冗談だよ、冗談。よかったよかった。520の520の004の004の5838だよ。5838、ありがとうだい、助かったい、うん、もしかしたらもう今寝ちゃってるかもしれないから。あ、オッケーだよ、オッケーだい。また後日かけてあげて。わかったい、ありがとうだい、こちらこそ、はい、またね、バイバイだい。はい、ゲット。お、いるいる。あ、もしもしだい。もしもし、どうしましたか。こんにちは、ケイン王さん。なぜ私の電話番号を知っている。ちょっと裏のルートでね。3時以降起きてるかい。起きてますよ。ちょっと大事な話があるから、もう一度3時以降に電話するえ。了解です。わかったい、また後で。また後で。楽しそうだな。よし、絶対こいつは捕まえるえ。オーケー。もしもし、おい、どうしたんですか。じゃあどこで、じゃあレギオン集合するかい。レギオンですか。レギオンだえ。今北側にいるので少々遅れます。そっち行くえ。じゃあどこだえ。リサ線かえ。リサ線にいます。オッケー、じゃあリサ線に行くえ。待っててほしいえ。はい、来る。銃置いていくわ。熊堀さんも乗ったよ。お、行くえ。で、熊堀さんがまず手錠持ってて。ちょっと待って、そんな無理やり。最悪ね、最悪。いや、わかんない。最悪データをね、うん、で、最悪、あと改造するためのメカニックのビリビリやるじゃん。うん、あれの妹も分かったから。なるほどだい。まあ、穏便に済ませるえ。そう、穏便にね。だから、チャル次第だよ、これ、どうなるか。あで、チャル次第で流れはもう熊堀さんに任せていいんじゃない、あとは。こんにちは。ヤングの方が何かご用ですか。こっちに来てください。なんか怖くないですか、皆さん。大丈夫だい、ゲイン。ヤングの方々に囲まれているので。ゲインよ。いやいやいや、恐怖があるんだな。だから怖くないじゃない、大丈夫大丈夫。どうしましたか。人間は好きかい。特にこれ言った感情はないです。なるほど。じゃあお前がいつも警察で働いてるのはなぜだい。
効率がインストールされてるかで。なるほど。そのインストールにエラーは起きるかい、最近。今は起きてないですね。なるほどだい。それじゃあまず単刀直入に言うえ。何ですか。ギャングにならないか。なるほど、そういうことですら。そうだい。でも私の中には法律がインストールされてます。やすやすとなれるものではありません。熊ゴリちゃん、おう、お願いします。何ですか。変容、その、はい、インストールされてるのはどこにされてるの。それは言えないです。全身か。一回中を見させてもらおうかな。あるなんだい。変容、痛くはしない。なんだ、やめろ。多分頭だ、頭に入ってる。残念、そこじゃないんです。ここじゃねえんだ。なるほど、じゃあどこだい。背中行ってみる。どこだい、じゃあ言ってみれ。チップはどこに入ってるんだい。やめろ。背中じゃない。あ、背中じゃない。ここっぽい。背中だ、これ。ここっぽい。背中だな、これ。コアが見えてる。え、あ、見えてる。コアが見えてる。あるある、入ってる入ってる、チップ。じゃあまず、じゃあまずその正義のチップを抜いてみる。え、抜いてどうなるか一回やってみるかいね。じゃあ、あ、オッケー、抜くぞ抜くぞ。うんうん、よいしょ、オッケー。いったぞ。さあどうだい。これ何も入ってない状態なんじゃないか、これ。剣王、あれ、剣王、誰ですか、あなたは。記憶が、完全に記憶なくなった。記憶がなくなった。え、おおおお、誰ですか。あなたは誰かわかりますか、自分自身が。私の名前はケインヨウ。何してる方ですか。バロラントスで特殊部隊をしています。リセットできた。え、なるほど。そんなに戻っちゃった。じゃあ優秀な戦闘員じゃないかも。ケインヨウ、お前はこの町に来て何がしたい。 え強制瞑想。消えたぞ。ケインヨウ消えたぞ。ケインヨウ消滅、ログアウトしたってこと。あ、でも背中だったな。背中だったよね。いや、でもあの感じ無理やりいける。自分で言ってるからやね。あ、セキュリティガバガバやんけ。え、あ、来た来た来た。まあ全然今日じゃなくても。ケインヨウ、ケインヨウ、世界はあなたたちを許さなかったみたいですね。どういうの。ちょっと待って、ケインヨウ、待って待って、ケインヨウ待って、ケインヨウ、ケインヨウ待って。待ちません。原因は、原因は、よしよしよし、原因は、やめろ。原因は、もしかしてだけど強制瞑想が入った。強制瞑想が入りました。ああ、強制かい、強制かい。なるほど。あれ、今、今どういう状況で、チップは抜いたんだよね。はい。原因は、世界をする、それを許さなかったみたいです。世界は、もう一回抜くわ。ああ、もう一回、じゃあ、とりあえず。もう一回抜きます。もう一回、リセット。やめてください。まあ、これでチップを変えてどうなるかだよね。うん、もう抜けないですよ。抜けるだろ、それ。それは抜けるだろ。ダンクにしましたよ、私の体を。いや、さっきは開いたね。ケンヨウ、ケンヨウ、お前ファーム好きだえ。そうですよ、さっきまでファームしてましたよ。そうだよね。でもここのファームだけじゃもう飽きたんじゃないかえ。飽きてないです。昨日からまた再開したんで。何を集めてるんだい。全部です。お家も買いました。やめてください。なるほどだえ。なるほどだよな。買ったばっかりなんです今日。でもケンヨウ、もっと楽しいファームがあるの知ってるかい。何ですか。薬ファームだい。お花摘み。私吸わないんで、吸えないんで。そもそも吸うもんじゃないんだ。吸うものじゃないな。売るんだい。売る。たくさん金になるんですよ。その売った金でケンヨウの体をどん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 強くアップグレードできるんだよ。でももうこのままでも強いですよ。この横の人も倒しましたし。もっとだい。だからスカウトしに来てるんだい、ケインヨウ。ちょっと弱い人がスカウトにしに来ても。ケインヨウ、まだまだこの世には強いやつがたくさんいるえ。本当ですか。そうだい。うちで世界を見てみないかい。世界ですか。そうだい。楽しいえ。私はこの世界に拒否られたのでダメです。熊谷さん、あなたたちのギャングでは。熊谷さん、強制人格書き換えチップを。ケインヨウ、これでお前の気持ちがどうなるか教えてほしい。手荒な真似をしてすまないえね。やめろ。このギャング .com エグゼを入れさせてもらうえ。ほら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 。やめろ。所詮機械だえ。話せ。所詮我々人間に作られた身。お前の性格なんてワチシたちの手で変えることができるんだえ。よし、それじゃ博士、チップを入れてくれ。よし。すいませんね。ウィーン。
入ったか。これで悪い剣王の出来上がりだい。気分はどうだい？気分はどうだい？最高です。新しいプログラミが入った気持ちはどうだい？あなたをボコせて楽しいです。悪いやつになったえねえ。剣王、ちょっと待って。剣王、剣王、ちょっと剣王、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 ちょっと待って。剣王、ちょっと待って。剣王、剣王、剣王、全て滅ぼす。剣王、落ち着け。剣王、落ち着け。今悪いことしたいかい？あなたをボコボコにしたいです。どんなプログラム入れたんだよこれ。基本的なやつで。やば、あ、やばい、あ、やばい、あ、あー、剣王最高です。剣王、うちに来ないかい？すべてを投げ捨てて。私より弱い人がちょっと。すべてを投げ捨ててうちに来ないかい？楽しいえ、うちは。本当ですか？楽しいえ、うちは。別に今答えを求めてるわけじゃないえ。そうですね。だけどこれだけは言っておけ。今お前のチップを変えたから、お前は悪いことがしたくなるはずだい。どうでしょうか？今はまだその気分ではありません。まあ後日気が変わったらまた次の日連絡するえ。いろいろ考えてみるえ。わかりました。でもうちに来たら楽しい、それだけは教えてあげるえ。じゃあ私より強くなっててくださいね。よかろう。まだうちにはたくさん強いやつがいるえからね。私のウイルスバースターが勝つかどうかですね。わちたちの作ったチップは強いえ。本当ですか？ああ、そうだ。でもあなたは弱い。お前がもしうちに来たらお前に人間の心を与えるえ。それはいらないです。うちの技術は世界一だえ。最高だぞ、アンブレラ。なるほど、考えておきましょう。あとな、クリプトスティックも電子部品もめちゃくちゃあるから、あの改造したかったらいつでも改造できるしな。ちなみにそこにレモネードあります。レモネードもあるぞ。本当ですか？うちのなメンバーのカレンさんがいつも買い出しに行って買ってきてくれる。買い出しか。ファーマーがいっぱいいるからお前が欲しいんだい。打ち合いもついでに強いから最高だい。今ついでって言いましたね。全部強いえ。まあでもいろいろ考えてみてほしい。この人 PR 下手じゃないですか。え、 PR ってなんだい。でもな、剣王さんが欲しいって一番推してるのはこの子だ。そうだい。それやられたからじゃないですか、その人。違う、俺だけじゃないだろ。俺が、あの、剣王の名前を出したんだ。なるほど。なんかいいやついないかって。そうだい。俺が剣王の名前を出した瞬間、もうビッて電気走ったみたいになって。剣王、ちゃんと警察で馴染んでるかい？相当馴染んでますよ。そうかい？剣王が警察と話してるの見たことないえ。確かに。そんなことはないです。でも俺、剣王のことやってるぞ、大型で。私もいずれ前にやったな。うん。俺の姿見えてないだけで剣王のこと倒してる。いや、やられた記憶があります。記憶がない。ちょうど構想中にやられた記憶があります。あー、構想、あ、なるほどだよね。でも貴様にだけはやられていない。剣王来るえ。わちたちで世界を変えるえ。考えておきます。あなたが強くなったら考えます。わかったえ。そうですね、気が変わったら連絡します。ま、いや、毎日電話するえ。入るっていうまで。もっとメンヘラ気質なのはこんなやつ。暇電するえ。やめてくれ。どこで電話番号手に入れたんだ。そりゃちょっと裏のルートですね。そうだい。わちたちギャング。生徒にも乗ってないはずだ。わちたちギャングだからだい。なるほど。そうだい。ブラックマーケットにも売られてるって言うんです。そうだい。剣王。私の一個人の情報など安い。剣王、でもわちはいつだってお前を待ってるえ。わかりました、考えておきます。今日は一旦お開きにしましょう。わかった、まあ、とりあえず、まあ、また明日電話するえ。メンヘラなのはやめてください。ケイン王はだってあれだよね、作戦とか考えるの多分うまいえ、ケイン王だから。そんなことないですよ。戦略プログラミングとか入ってないのかい。入ってないですよ。ああ、もう戦闘ロボットなんだよ。特殊部隊を脱退するときに全部抜かれました。あ、そうなのかい。なるほどだよ。じゃあまた明日の分のチップを入れに行くえ。そんな友達寮みたいな感じで入れてくんですか。それはそうよ。そうだえ。貴重性がなくなりますよ。ま、考えとくえ。了解しました。楽しい組織だぜ。そうだ、楽しいことだけは保証するえ。それじゃあまた。これなんか取れる気がする。ワンチャンあるの。うん。しかもあれ、あそこ家なんじゃない。あそこ家なんじゃない。ん、え、あそこ家だろ。入ってたぞ。ゴミ箱当たってるだけじゃないか、あれ。見てみよう、見てみよう。車なくなってるな。家だ。ちょっとドアベル鳴らす。ちょっと見てみるか。ドアベル鳴らしてきて、あれ。こんにちは。
お家も抑えました。ピンポンピンポン鳴らしたぞ。出てくるか。誰も答えなかった。あいつチャル一人ここ置いていく。これまた会ったえっていう。また会いましたえって。家分かったな。でも家特定したぞ。ああ、これはでかい情報だわ。これガバガバだなあいつ、やっぱりセキュリティ。ああそうだい。流れ的には本当に今はまだ入りたくなさそうだったけど。ああそうだな。まあ、すぐ入るってのはまあ思ったのはちょっと心変わりしそうなんだろうな。だからちょっとキープみたいな言い方してたな。うん、キープだった。あ、キープだった。いや入ってほしいね。